はい、みんなおはよう、シューマッハ。ということでね、本日も始まりました、無駄なしまかない道場です。今日はですね、チャーハン研究家の私がね、結局これだろうガーリックみたいなね感じで、卵のね栄養素をがっつりと生かしたね、ガーリックチャーハン、ソーセージとニンニクのチャーハンだね、これ行ってみたいと思います。それではね、早速薬局スタートしましょう。ドラッキストア、はい。まずね、ニンニクですね、もうこれ皮剥いてあります。好きなだけ入れちゃっていいからね、今日休みだから土曜日でガッツンガッツンツルリンゴですね。はい、スライシースライシースライディングですね。ガッツンガッツンツルリンゴ、スライ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 シー。はい、とりあえずね、大きめのやつ4つぶち込みました。ちょっと待って、今電話出るからね。失礼オーバーいたしました。やっぱりもう出ちゃダメだね、営業前のね、お休みの日の電話っていうのはね、なんかこう東日本、NTT 代理店のなんたらかんたらですみたいなね、話長いんだよね、もうろくでもない話ね、すいませんね。はい、ということでね、ニンニキ&ギーネですね。ギーネ、このはもう青い尻尾のところで十分だからね。はい、そしたら今日はね、ソーセージね、入りますよ。ちょっとね、細かめにいった方がなんとなくうまいんだ、これ。まあ、普通のソーセージ、4分の1ケッティング、ケッティングで、カッティングだよね、カッティング。ね、カッティングですよ。ね、2本分ぐらい。ね。はい、バッツンバッツンバッツン、リーノスケですね。あんまり細かすぎてもなんかこう、ソーセージの味しなくなっちゃうと困るんでね。まあまあ、粗みじん系な感じでね、お願いいたします。はい、こんな感じだね。あとは卵だね。卵のね、栄養価をもうフルに引き出すってことでね。はい、それではこれ持ってね、バービーコーナーの方へゴーしましょう。あと飯と卵使うから、よろしく、愛称でいいです。じゃあね。はい、ということで、ただいまですね、バービーコーナーの方にやって、参りました。グーグー。ね、お前今日持ってるじゃねえか、この野郎。へへー。ね、はい、アビーリーですね。アビーリーは、スコルバ、キンコン、カンコロンですよ。カンコロン横についてない、これカンコロンだからね。はい、昔そういえばカンケリとかあったよね、なんかね、遊びでね。いやー、だから今みたいにさ、ゲームとかない時代ですよ。スマホとかゲームとかさね、え、カン蹴ったりね、このだるまさん転がしたりさね、だるまさんお前転がしてどうすんだみたいな、ね、感じですけどね。はい、ちょっとね、油多いんでね、余計な油スコルバキンコンカンとね、戻しましょう。はい、そしたらね、まずガーリック、さっき言ったやつはね、ガーリック、ネギ、ソーセージですね。はい、これをね、炒めていきましょう。このあれだね、ちょっと油少ないかな。ニンニクがね、出るような感じ。ね。まあ、この生ニンニクでもうまいんだけどさ、あんまり生だとこう、もたるんだよね。ちょっと足すか。ね。じゅんじゅんと。はい、こんな感じですね。はい、そしてですね、はい、本日は卵ね、白身と黄身分けるからね。どうしよっか、まあいっか。じゃあこれでスコルバ金婚静かにね、割って、で白身の方はね、一緒に炒めて黄身は乗っけるからね。金目だけね、黄身だけ。熱いな、跳ねてる。じゃあちょっとね、ニンニクの香りがしちゃうんでね。はい、ということでね、ニンニクの香りですね、はい、出たんで、ここでね、シーメバッツリーノつけるっすよ、これね。もうソーセージがすごい跳ねるね。で、あとはまあ普通のチャーハンと一緒ね。ちょっと待って、ソーセージが飛んでいくわ。飛ばしてめでないから。はい、ガッツンガッツン。ニンニクを飛んでるよ、もう。バッツリだと。はい、ちょっと一回火止めるか、飛んじゃうからね。はい、そうしたらここで、白身ね。はい、白身よ、テレレレレン。白身よ、ツルパララン。ティリリリ。これ、だらしないな、辛さ、この野郎、みたいな。はい、いっか。はい、白身だけをね、スコルバ、キンコン、カンとチャーハンの中に入れてしまいます。君は乗っけるよ、君だけに。はい、それではあとはですね、もうこれ炒めるだけだからね。なんかガツンガツン、ちょっと当たっちゃったりしたね、これね。汗。はい、それではですね、このダマダマをね、潰すような感じでね、仕上げてまいりましょう。
それではですね、ダマディーミーの方ですね、減ったんで、ここでね、味付けに入っていきましょうか、ね。はい、このご飯の量のね、1% のお塩からライカですね。はい、あとね、丸鶏からスープのモードですね。あ、シャンシャンシャシャンとね。はい、こんなもんでよろしいんじゃないのみたいなね。はい、そしたらね、調味料を混ぜるような感じ。ガッツンガッツン、ツリリンロンですね。はい、最後の仕上げね、ブラッキーペッピー入るよ。はい、ブラッキーペッピー、ブラッキーペッピー。これ好きなだけ入れちゃっていいから。ね、はい、そして今日はね、隠し味というかまあね、シンプルなんだけど粉っちガンガンガガンガッツリのってよ、ね、まあ、大さじ2ぐらい入っちゃったかなこれ、ね、ちょっとこう洋食テイストになったんじゃないのね、うん、あとはね、ガンガンガガンガッツリのってですね、混ぜてね、もう完成となりますよこれね。はい、これで完成となります。それではね、器の方に盛り付けて食してみましょう。はい、ということでね、ドンビリーバブルにね、チャーハンですね、うん、ガーリックソーセージチャーハンベーシック版みたいなね。はい、ここにね穴を開けて、はい、これですよ、生きたね卵は。はい、それではテーブルの方に運んで食してまいりましょう。はい、ということで例えばですね、テーブルの方に、ガーリックソーセージチャーハンですね。結局人間はここに帰る的なね、こうシンプルなのうまいっすよ本当にね。うん、まあ、材料はね、ニンニク第4かけぐらい、うん、それからソーセージ2本、ネギの青いところ、卵全卵ね、これですよ。はい、それではね、まずねガーリックの方からいただきましょう。こいつはもったないんだね、お前どんだけ貧乏臭いんでいいみたいな、いただきます。うん、うん、おいしい。粉チーズのさ軽い塩気とまったり感がいいね。うん、いやまた電話だわ、出ないからお修理お断りなんでね。なんかあれだね、電話にお修理お断り装置みたいについてればいいのにね、相手が誰だか分かんないっていうのは困っちゃうんだよね。うん、いただきます。うん、うん、おいしい。やっぱ土日って多いね、押し売りの電話ね。うん、特に昼下がりのこんな時期。いただきます。うん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 、まず熱、うん、熱うま。うん、最後に紅しょうを添えさせていただきました。はい、それではね、黄身を苦しいなしての、おいい卵だね、黄身が硬いわ。これですよ、ね、生かしきったね卵をね。うん、です。うんうんうん、マロウマ、マロウマ、マロウマですよ。栗じゃないけどマロウマ、うん、最高ね。うん、この卵のまったり感、ガーリックの鮮烈な香りね、そして噛んでるとプチッと行き当たるこのソーセージの粗みじん切り、最高ですね。いただきます。うん、マジうまい。うん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 、はい、ということで本日も最後で、ね、うん、昔まかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、うん、バッチリ、うん、卵の栄養価をね損なうことなくね、もうがっちり吸収できる懐かしの、懐かしつけていいかな、うん、ガーリックソーセージチャーハン作れたね、えこれやってみました。本当にもうこれ一食食べればもう栄養価もうバツンバツンするようについちゃうんでね、ぜひお試しください。はい、そして皆様にね一つ二つお願いがございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドマーク一票入れていただければ幸いかと思います。そしてもう一つございます。むなしまかない道場のレシピ本がついにね発売になっております。9月16日よりですね、うん、まあ、Amazon とか Yahoo Books、はたまたね全国のね書店ですね、有林堂さんとかね紀ノ国屋さんとかね、レシピ本コーナーにね、多分置いてあると思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、それではね、本日の最後までありがとうございました。いや結構雨降っててね、さっきも仕入れ行ったんだけど車で視界が悪いんでね、うん、ほんと安全運転でね行きましょうね。もう注意1秒怪我一生になっちゃうんでね、うん、やっぱ事故を起こしちゃうとね、やっても辛いしやられた方も辛いんでね、気をつけてください。それでは安全運転でお願いします。失礼いたします。またお会いしましょう。じゃあね。